こんばんは、ロボロボヒロです。ロボロボロボ、まあ、ロボロボロボということで3匹今いるんですけど、今日でこの間お迎えしたメスの子、まあ、ノーマルなんですけど、ちょっと今どっち両端にいてどっちがメスかわかんないですけど、今日で5日目なんですね。でちょっと多分だけど、お迎えした日がロードシスっぽいような感じがあったんです。まあそういうことをしたかどうかはちょっとわかんないんですけど、でもしそれでこううまいこと妊娠するような形になってたら、まあこうなんか男の子のそういう迫ってくるのとかを嫌がったりするかなって思うんですけど、まあちょっとまあその日が本当労働室だったかもちょっとまあ定かではないんでわかんないですけど、なんかロボロフスキーってやっぱすごいわかりにくいみたいなので、とりあえずめっちゃ仲良しですね。めっちゃ仲良くしてます。今時間は10時49分夜のですね、まあ、さっきなんかちょこちょこ遊んだりしてたんですけど、ご飯はねちゃんと食べてはいるみたいですね。回し車もお水と、なんかなんかやってるやってる。どっちがメスかわかんねえからな、まだちょっと今んとこ裏側見ればわかるんですけど、やっぱり大事なとこと肛門の距離がやっぱりちょっと離れてるのと、2匹クシクシで、男の子はやっぱおたまたまがやっぱちゃんとついてますね。うちはオスが2匹とメスが1匹で今多頭飼いをしてるような状態になってます。1週間2週間、あと2週間ちょっとって感じで1週間ずつ、まあ、飼うような形になったんですけどね。クシクシしてる、出てこねえ。まだ仲良くしてるからいいけどね。なんかでもたまに喧嘩な、なんかピーピーって声はしますけどね。まあ毛づくろいしてじゃれ合ってんのかわかんない。まあ一応怪我とかないかね、たまにチェックはするんですけどね。まあ観察、まあ、こんな感じでしていきながら、まあ、この子たちの成長の記録取っていきたいと思いますので、よければチャンネル登録、高評価コメントなどよろしくお願いします。今日はここまでです。動画はバイバーイ。